ヘズマリについてですが、彼は今 YouTube に永久追放されています。裁判員後も YouTube 解説後、動画も飛ばしてないので赤バンされました。どうしたら彼 YouTube に復活できると思いますか？無理じゃないですか？グループや国や居住先を海外にするなど、ひろゆきさんなりの対処方法を教えてください。無理じゃないですか？なんかかわいそうだと思うんですけど、完全に騙されてましたよね。大人に、まあ、誰の話とは言わないで、額の話だと思っていただきたいんですけど、メディアに取り上げられることで、比例票を得たいと考えてる政党があったとして、メディアに取り上げられて、知名度が増えるんだったら、何でもいいと思うので、割と炎上騒ぎを起こした人だったりとか、世間的にトラブルを起こした人たちっていうのを集めて、まあ、そういう人で、まあ、面白いっていうので投票する人も一定の割合でいるので、そういう人たちを集めて、その比例票を入れて、うまく自分だけは国会議員になろうと思う人っていうのが仮にいらっしゃったとしたとしたら、そういう形で炎上した人を利用するっていうのがあるんですよね。で、炎上した人を利用するので、もっと炎上させるようなことをさせようとするんですよ。これはそれはあなたの、炎上するような YouTuber の人生はどうでもいいと思ってるので、事件放送を模したような動画で、トラブルをそのなんか、通訳の人に対するトラブルを起こすような動画を上げて、融資すると、実際にはあれはキャストがやってるだけで、本当は違うんですよ、ちゃんちゃんっていうのを言ったとしても、実際その映像を見ないで、ニュースだったり、人聞きで聞く人にとっては、ああ、そういう人、いうことをする人だよね、あの人っていう認識になるんですよ。で、今年生、受かるはずないんですよ。慰霊碑の票を得るための捨て込みでしかないので、なので、もともと犯罪者で、子供が YouTuber みたいな人も多分出たらしいんですけど、架空の話ね。結局、まあ、受かるはずないんですけど、でも一応、拾った票を取るっていうために利用されたんですよね。っていう形で、炎上してる人をより炎上させることで、なんとか自分だけは国会議員になって、そうする政府からの政党助成金みたいなお金をもらったりとか、なんか政治家としてお金もったりっていうのを作戦してる方とか、仮にね、仮にやったとしたら、そういう作戦っていうのがあると思うんですけど、で、割とうまくそれに利用されちゃって、結果として政治家にもなりませんでした。で、炎上騒ぎっていうのをより利用する形で世間に名前を売ったので、世間としても、もうこの人は扱えないよねと。YouTube のサービスとしても、あの人がまたこれで金儲けしてますってなると、YouTube 自体がバッシングされてしまうので、なので、もう、あの人がやってるんだったら、もう赤バンするよっていうのに、リストに入っちゃったわけですよ。まあ、本気で自分が受かると思ったのか、悪いと思ってなくて炎上するような政見放送で動画を撮ったのかわかんないですけど、ただ相方として利用されたらそうなるよね。要は YouTube 側からも嫌われるよねって、至極当然の話で。多分、まともな人が周りにいて相談受けたら、それやらない方がいいよって言ったと思うんですよね。なので、周りに相談をする人がいないのか、周りにまともな大人が一人もいないってことだと思うんですよね。で、それに絡んでる人で有名なインフルエンサー、その党に絡んでる人で有名なインフルエンサーの人もいるんですけど、その人があんまりうまくいってない現状が今あるらしいんですけど、それがなぜか僕のせいにされてるらしくて、いやいやいや、そんなことに絡んでたら、世間の人から嫌われるのは当たり前で、僕のせいじゃなくて、あなたの行動のせいじゃないんじゃないですかっていうのを、僕は一生懸命昔からアドバイスをしていたんですけれども、なかなかまだ本人がご罹患されてない様子でしたね。はい。